皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之と申します。先日のパナソニックルミックス DCS5 の動画、たくさんの方にご覧いただきましてありがとうございます。私もルミックスユーザーとしては新参者なので、今後ともぜひよろしくお願いしますという感じなんですけども、その動画の中でですね、一つナイトモード、ルミックス S5 に備わってる機能で液晶モニターを赤く表示するっていう機能があったんですよね。前回の動画ではですね、その S5 の赤色表示、モニターを赤く表示する機能が成形写真の観点では使えないっていう風に私お伝えしたんですけども、その後視聴者さんといろいろやり取りをしていく中で、いやいや成沢さん、パナソニックさんがそんな、なんかそういう機能を入れてるんだから、なんか理由があるはずでしょうということを言われたんですね。でそれで、ああそうかって思ったんですけど、ピンと来たことがあって、あれもしかしてそういうことなのかなっていう思い当たる節があったので、今日ご紹介したいと思います。結論から言うとですね、パナソニックの液晶モニターが赤くなるモード、ナイトモードはですね、成形写真を撮る人向けに作られたものではないですね。天体写真向けに作られたものだと思います。まあ、果たしてそれはどういうことなのかというのを今日ご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。いやこれね、私もすぐ気づきなくて申し訳なかったなと思うんですけどね、成形写真の観点で調べると NG なんですけど、天体写真の観点だとナイトモードは、ああ納得っていうことでした。はい。でどういうことかというとですね、例えばここにですね、パソコンが1台のパソコンがございます。このパソコンですね、私天体写真を撮るときに使っているパソコンなんですよ。天体写真を撮るときっていうのは、天体望遠鏡、赤道儀っていうでっかいやつの上に天体望遠鏡を乗せてですね、星空を追いかけながらクローズアップ撮影をするんですけども、でその赤道儀の制御で、こういうパソコンを使うときがあるんですよ。まあ、こうやって開いてね。で、これに、天体望遠鏡を接続して、こっちでコントロールするんですけど、このパソコンを使うときにですね、まあ、とにかくこの、パソコンの液晶モニターってめちゃめちゃ明るいんですね。だから目が痛いんですよ。こう見てて、ずーっと見てて目が痛いんですよ。だから、天体写真、パソコンを使った天体写真を撮影する人がみんなやってることっていうのは、こういうことでして。これ、赤い色の下敷きに、さらに赤いセロハンを貼ってます。でこれを、ここにパソコンモニターのここのところにこうやって貼り付けるんですよ。要はモニターが明るすぎるので減光させるんですね。でこうすることでまともにパソコンのモニターが見えるようになるんですけど、もちろんこうするとパソコンのモニターっていうのは全部真っ赤っかに表示されます。真っ赤っかでもですね、天体写真の時ってその色を見るっていうことがほぼないんですね。例えばですね、星空の撮影に特化した天体解像機っていうのがあります。それは、通常のカメラでは映りにくい赤い光とかが映りやすくなるようにっていうことで、センサーをまあとある業者さんがね、いくつかあるんですけど改造してくれるんですよね。赤い色が映りやすくしてくれるっていうものになります。でそれで撮影した画像って大体ですね、こういう風に、こっちがいいかな、こういう風に色がこんな風に真っ赤になるんですよ。でこれ画像処理ですね、前提なんですよね。でここに画像処理、例えばホワイトバランスツールとかでペコッと空の部分を指定してあげると、こういう風に色が通常のものに変わります。だから構図の確認はするけども、色の確認って真っ赤っかなんで基本的にしないですね。これパソコンを使って天体写真を撮る人っていうのは基本的に色を見ることがなくて、液晶モニターが全部真っ赤っかでも問題ないんですね。ただ成形写真を撮る人っていうのは違います。ここに富士フィルムの GFX100S っていうのがあります。で富士フィルムの GFX にはこれ表示設定でね、情報表示コントラスト調整っていうやつの中に暗所っていうのがあるんですよ。これにすると
液晶モニターの文字とかが全部赤くなって、要は目に負担のかからないような感じになります。ただ出てくる写真、モニターに表示される写真っていうのは赤くはないです。でこのまま再生をしても赤い色にはなりません。ただ文字は赤くなります。ということで成形写真を撮る人に対しては全部赤くしちゃダメよっていう話なんですね。色は確認したいし構図も撮りやすくしたいから全部赤くしないでほしい。ただテキスト文字は赤くした方が目に優しいですよと。星だけを撮影するジャンルの人と成形写真、星と風景写真ですよねを撮る人では求めているナイトモードの性能が違うっていうことなんですよ。まずここを前回の動画のフォローとして皆様にお伝えしたいなと思います。まあそういった文化じゃないですけど撮影をするにあたっての光のこう受け取り方というかね、そういうのは変わってきますよっていうことがあるんですね。でこれなんで赤くするのかっていうのはですね、赤色っていうのは目の刺激が少ないんですよ。高い建物の航空障害灯とか赤いじゃないですか。で車のヘッドランテールランプも赤いじゃないですか。あれはやっぱり目の刺激が少ないからなんですよね。まあその人間の目の刺激、ライトの色がどうのこうのっていう話 に関しては以前に作ったですね、こちらの動画がですね、とても勉強になります。はい、ビクセンの天体観測用ライトっていうのが発売された時にレビューをした動画になります。だいぶ前の動画ですけども、ここで語られていることが基本的には、まあ、自分の中では正しいことなんですよね。で時代はですね、赤ければいいってもんじゃない方向になってます。電球色ですねがベストなんじゃないかっていうふうに言われてるんですよ。赤色っていうのは目の刺激は少ないけど視認性はいいわけじゃないです。よく見えないってことですね。だから結局赤いライトを使ってる時も強い光で赤いライトを使うようになるんですよ。だから結果的に強い光を使っちゃうことになるので、どちらかというとその色よりは弱い光を使うっていうことの方が大事なんですね。で弱い光を使った時にも視認性が良いものでなおかつ、赤い光までも目の刺激が少ないものっていうのは電球色だよっていうふうに言われてます。まあ後ろにあるこういう間接照明みたいな電球色ですよね。こういう色で光が弱いものを使うのがベストですよと。成形写真を撮る人っていうのは赤い色が映るのをすごく嫌います。赤い色っていうのは隣で撮影してる人が赤いライトを使ってて、でそれ赤いライトをつけっぱなしで撮影すると、写真撮ったら手前の風景が赤く染まるわけですよ。でこれはもう画像処理では何ともできないんですね。ただ隣の人が電球色つけっぱなしで写真撮ったとすると電球色の時は色は残ってるので画像処理後で何とでもなるんですよね。っていうのがあって成形写真の中では、赤じゃなくて、電球色を使いましょうねっていうのがマナーになっていると思います。だ天体写真を撮る人っていうのは、まあ、そうではなく今のモニター問題とかもあるので基本的に赤い色を使ってます。結構ねこの辺の論争ってちょっとなんか複雑なのかなと思ってて、私みたいに両方やってる人は両方のまあ、立ち位置というか事情が分かるんですけども、どっちかしかやってない人はやっぱり成形写真やってる人はなんか天体写真やってる人なんでいつも赤いのみたいなこと言うし、で、天体写真やってる人はいやなんか赤い色以外使ってみたいな感じのことを言う場合があるんですよ。だからここ結構ね、なんだろう、文化の違いというか、まあたまに SNS で結構議論になるんですけども、そもそも求めているものが違うっていうことをまあご理解いただきたいかなというふうには思うんですよね。パソコンの液晶モニター、このパソコンの液晶モニターがですね、星の写真撮るときに適するぐらい暗くなればいいんですけど、そうではないです。はい、だからね、カメラメーカーの液晶モニターにも実は私そこを求めたいなと思ってて、赤くするのはいいんですけども、赤くするんだったらもう一段二段暗くできる設定にしてほしいなっていうのが正直なところです。そうすれば弱い光だったら単純に目の光、刺激っていうのは少なくなりますし、視認性が損なわれることもありません。だからいろんな観点でね、その問題のない色表現というか、撮影にストレスがかからないようになるので、メーカーさんによってはね、やっぱり液晶モニターの光って結構明るいんですよ。一番暗くしても明るい場合っていうのがあるので、この動画を見たそのメーカーの方がちょっと意識してくれたらいいかなみたいな風に思いますけども、アメリカの天文雑誌スカイ&テレスコープっていう雑誌には、
もうあれ何年前だろう、 6,7 年前の記事だと思いますけどね。天体写真撮影の時はその目で見るのも撮影するのも基本的に赤色じゃなくて弱い電球色を使った方がベストだよっていうことは、書かれていました。まあそれはその医学的って言っていいのかな、医学的な根拠に基づいてそれがベストだよみたいなことが書いてあったと思います。全部英語だったので読むと大変でしたけど、これ正解がですね、ニコンの Z9 がそうみたいなんですよ。ニコンの Z9 は天体写真ユーザー向けに全部赤くすることもできますし、成形写真向けに文字だけ赤くするっていうこともできるみたいなんですよ。その2パターンが選べるみたいなので、正解はそれじゃないかなと思うんですよ。だからパナソニックさんもですね、全部液晶モニター赤くする、先になんか成形写真よりも天体写真向けの機能を入れちゃったみたいですけど、成形写真ユーザー向けに文字だけを赤くするっていう機能も追加で入れていただければなと思います。あと一応補足説明しておくと、ルミックスにはですね、ファインダー内の映像と液晶モニターの映像と分けて色が設定できるようになってます。つまり液晶モニターの方は赤くするけども、ファインダーの中は赤くしないようにできますよということですね。だからまあ例えば、撮影の時は赤い液晶モニターを見て色を確認する時はファインダーの中を見ればいいんじゃないですかっていう話かもしれないんですけど、これあまり実用的じゃなくて、天体写真撮るときっていうですね、結構上向けるんですよ。空気の層は一番薄いのが真上なので、真上に向けることが多いんですね。で、真上に向けてあるカメラに対してですね、こう、ファインダーをこう覗くっていうのは、もう至難の技というかですね、首痛いし、まともに見れたもんじゃないので、実用的じゃないんですよ。だから、バイアングル液晶モニター、カメラとかが、まあ、天体写真撮る一眼ユーザーの中では人気があるんですよね。やっぱ姿勢が楽だから。でもね、なんか全部赤くするってのはね、まあね、正直ですよ、私実際撮影してる立場ですけど、そこまでしなくていいんじゃないかなってのは正直なところですね。そんなに液晶モニターが暗くなってれば赤くなくても不便だと感じたことはないですし、逆に液晶モニターが赤くはせられることで隣の人にそれの赤い色が映ったらどうしようっていうマナー問題の方が気になるので、そんなにこだわって赤くするしなくてもいいと思うんですけどね。はい、ということで、今日はですね、パナソニック DC-S5 に搭載されたナイトモードの、フォロー動画というか追加の解説動画になります。というか、まあ、単純にですね、最初から私気づいてあげられなくて申し訳なかったです。はい、そこはすいませんでした。まあ、この場をお借りしてちょっと謝りたいなと思います。まあ、天体写真も成形写真も両方撮ってる私だからこそ気づけるはずだったんですけど、どうしても成形写真ユーザー向けの観点でしか見れなかったのは本当申し訳なかったですね。だこの動画でその誤解が解ければいいかなと思います。はい、それから、今後のそのルミックスの、追加機能に期待したいと思います。はい、それでは、今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ、したっけねー。